みなさんこんにちは、丸川です。今回は歌マクロスやっていきますよ。今日までの3日間で開催されている、復刻調デカルガチャ。今回はこちらを、先月同様20連ずつ回していきます。初日はフレイヤの星6プレート。こちらはまだ持っていないので、ぜひともゲットしていきたいですね。と、その前に星5確定サービスガチャを回していきましょう。今月は何が出るんでしょうねー。それでは、行きまーす。まず1枚目。シェリルさん、これは持ってないです。続いて2枚目。なんだろう、胸騒ぎがするわ。またシェリルさん、これも持ってません。今月は持ってないシェリルさんのプレートをゲットできました。ありがとうございます。続きまして、超時空ガチャも回していきましょう。今回は20連。ここ最近超時空ガチャの引きがいいので、期待していきましょう。星6プレートとか出てくれると嬉しいな。長ーいロードを終えて、いざ10連目。確定演出はなし。昇格を期待しましょう。残念、10連目は何も出ず。続いて20連目。今度こそお願いします。それでは20連目。あれ？おかしいですね。普通のデカルガチャだと、この時点で昇格確定っぽいんですけど、超時空ガチャはどうかな。超時空ガチャは確定ではないみたいです。しょんぼり。それでは復刻超デカルガチャを回していきましょう。ここでは何か出てほしいですね。それでは1日目、いきまーす。ん？デジャブかな？昇格、昇格。残念、1日目は何も出ませんでした。はい、2日目です。本日のピックアップは、我らが任命。このプレートは運よく重なっていますが、こちらも回していきましょう。それでは2日目、行きまーす。おお、今日はごっつ飛んでくれました。何が出るのかなー。ワクワク。昇格してー。三雲さん、これはおしゃれマクロスデルタの時のやつですね。
ったかな。紛らわしい。そういえばこのパターンがあるんですよね。2日目はみくもさんと衣装解放の星5プレートでした。とうとう来ました。本日最終日、最終日の本日ピックアップはバサラの星6プレートです。こちらもまだ持っていないので、ぜひとも引いていきたいですね。早速引いていきましょう。それでは3日目、いきまーす。なんとも言えない。最終日出し頼むよ。虹色はなし。昇格を信じましょう。残念、本日も星6プレートは引けず。まだ石があるので引くことはできますが、年末年始のガチャに備えて取っておきます。それでは最後に、総力ライブとは別のイベント、歌マクロスライブ2020の楽曲アクシアをプレイしていきたいと思います。こちらは期間内にミッションをクリアすることで、限定のプレートやアイテムをゲットできますので、皆さんも挑戦してみてください。デルタ2、発進する。この楽曲はカナメさんのこの衣装でプレイすると、サビの部分で特別演出が発生しますよね。とてもかっこいい演出なので、私は大好きです。敵の動きが見えるぞ。そういえば皆さん、この前の歌マクロスライブは見ましたか？歌マクロスの 3D ムービーで行われた歌マクロスライブですが、最後のダンシングインザムーンライト、ユニットライブでしたよね。まだ実装されていないユニットライブでしたが、いつ実装なのかな？年末年始のイベントとか怪しいですよね。来年もきっと、私たちを楽しませてくれるイベントに期待です。それと、ついに始まったワルキューレライブツアー、福岡、大阪が終わりましたが、どうだったんですかね。私も東京公演の当落を今か今か止まってます。こんな世の中なんで、いろいろ特性はあると思いますが、行かれる方はぜひ楽しんでいただきたいですね。ワルキューレの歌って他の作品と少し違うような気がして、みんなで一緒に盛り上がれる曲ばかりですしね。きっとこのライブツアーが大成功して、世の中が平和になった頃に、大きな会場で、皆さんと一緒に大きな声を出して、飛んだり跳ねたりできることを信じています。来年は映画公開やマクロスフロンティアのライブもあります。もちろんワルキューレライブツアーの続きも。来年はどんな年になるかわかりませんが、一緒にマクロスを盛り上げていきましょう。私も微力ながら動画投稿を続けて、一人でも多くの方にマクロスの魅力を届けられるように、頑張っていきたいと思います。とてもいい感じだったわよ。と、話をしていたらいつの間にか曲が終わってしまいましたが、フルコン達成できました。ありがとうございます。これもすべてみんなのおかげだわ。さていかがだったでしょうか。今回の歌マクロス実況、今回は先月に引き続き復刻調でカルガチャ 3Days をお送りいたしました。結果は何とも言えない微妙な結果になってしまいましたが、今年もあとわずかになってしまいましたが、まだまだイベント盛りだくさんな歌マクロス、まだまだ目が離せませんね。
これからも、私の歌マクロス実況を見に来てくれると嬉しいです。長くなりましたが、最後までお付き合いいただきありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。